はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、僕の大好きなお店に来ております。本日訪れておりますのが、僕もね以前動画でお世話になりました千葉県にございますのらり屋さんということで、こちらのお店さんなんですけれども、僕の動画でもね何度もお世話になっております。同じ千葉県内にある裏武蔵屋さんという、もうね千葉の中では有名店、超人気店となっております。家系ラーメン屋さんのセカンドブランドということで、こちらでもですね家系のメニューを出しているんですけれども、本店とはまた違った最高の一杯がいただけるお店となっておりまして、僕自身もですねこちらののらり屋さんオープンした際に一度ね動画で訪れているんですけれども、今回ですね改めてちょっとスープがまた進化しているということで、本日はですねこちらののらり屋さんで美味しいラーメン食べていこうと思います。とは言ってもですね、別にデカ盛り等ではなく、もう本当に本日は好きなように好きなだけねこちらの家系を食べるということで、ただただ僕が楽しむ会でございます。皆様もですね一緒に食欲湧き立たせてもらって、このねのらり屋さんですね食べに来ていただければと思います。ということでですね、本日いただく1杯目完成しました。もちろんいつも通りですね1杯目にいただきますのは通常のラーメンなんですけれども、今回は大サイズで注文してあります。それ以外にもですねこのご飯物等も注文してありますが、その紹介は後ほどということで、早速の出来たてラーメンいただきます。すごいね、このチー油がもう黄金に光ってるよ。あーうまっ。やばいなこれ、うまい。ダメだちょっと待って、今日もまだスープだけで手が止まんなくなってる。うまっ。うまいな、この詰まった骨と肉のうまみとで油の香り、それだけじゃなくてね芳醇な醤油の香りっていうのかな、たまりませんね麺いきましょうか、出来たて麺うわーめちゃくちゃうまそううん、うまっ。ああうめえな、やっぱ大にしてよかったわ。これ並盛りだと一瞬でなくなっちゃう。ちょっともうどんどんご飯物紹介していかないとラーメンだけなくなっちゃうなまず最初こちら肉ご飯ですね、チャーシューこんもりを。まあめちゃめちゃうまいですね。うん、いやーうめえ。いやーすげえうまい。ちょっともう贅沢にほうれん草と海苔ですよ。うわーやばいあっという間だこれ、うますぎ。そうだそうだ、忘れておりました、あのラーメンがつけすぎまして、ラーメンがなくなる前にこの卵かけご飯ですねいきましょう。せっかくならこちらのカメラでドアップでね。絶対うまいもんなこれ。卵とチャーシューの代わり合わせると半端じゃない。やばい。ごちそうさまでした。ということで、あっちゅう間に1杯目完食してしまいました。もちろんこの後も2杯目注文してありますので、こちらも楽しみに待ちましょう。ということでですね、本日2杯目のラーメンが到着しました。2杯目いただきますのはこちらチャーシュー麺の台ということで、もちろんですね、ほうれん草や味玉、そして青混ぜ海苔といろいろとね混ざしていただいて、今回はねしっかりと白ご飯をお供にこのラーメン楽しみたいと思います。いただきます。もうとりあえずいっぱいさっきお話ししたのでがっつきましょう。うまいな。2杯目にこのチャーシュー麺を注文していたので、1杯目ではね触れなかったんですけど、このねチャーシューですよ。この燻製チャーシューが絶品でして、ちょっとねぜひ皆さんも増して食べていただきたい。うまっ。もう序盤から贅沢に海苔、ほうれん草、チャーシュー包んで米経由していっちゃいましょう。このうまい家系とライスで口パンパンにする幸せよ。やばい。でもやっぱりこのうまい家系食うと、もちろん僕にとってはね第2杯でこんだけライス食べても全然満腹ではない、全然余裕があるんですけれども、そんなことよりもねこの満足感ね、幸せでいっぱいでさ、なんかもうそれどころじゃないというかうまい家系は人生を幸せにするね。ダメだな。卓上にも味変アイテム3種類もありまして、こんだけ台食べればねちょっとはね味変して楽しんだ方が皆様にも紹介できるかもしれませんが、そんなことよりも今はとにかくこれをそのまんまがっつきたいので、ごめんなさい、申し訳ないんですけど今日は味変なしでいきますじゃあちょっとラストはですね、いつも通り味玉のみというわけではなく、残ったライスにですね、この半熟味玉をいきつつ、うわー、じゃあスープと、よいしょ、最後に卓上のこのニンニクですね、はい、ポッとあやさせていただいて、これで本日の締めでございます。ということで本日ですね、こちら大サイズのラーメン2杯、そしてご飯ものですね4杯完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日はこちら千葉県でも本当に人気店、のらり屋さんという家系ラーメン屋さんでですね、計2杯、そしてご飯ものもたくさんねいただきました。ちょっとねいろいろとお話をしようかなと思ったんですけれども、やっぱりこのお店のねラーメンは本当に好みなので、黙々と食べ過ぎてしまいました。千葉県ではですね、行列ができるレベルの高い家系ラーメン屋さん、県内にね多数ございますけれども、その中でもトップクラスに美味しいラーメン屋さんでございます。もちろんね家系ファンだったらご存知の方も多いかなと思いますけれども、のらり屋さんというお店さん初めて知ったよとか、この動画を見てね家系食べてみたいなと思ってくださったら、ぜひですねこの美味しいのらり屋さんのラーメン食べに来てみてください。実は今日の撮影ですね、この後もちょっと連食で別の家系ラーメン屋さんに行こうと思いますので、引き続きまたこの家系ラーメン会もまた楽しんでいただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。